皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今日は、昭和の歌ということで松田聖子さんの赤いスイートピーを、はい、赤いローズのクリスタルピッコロで、演奏させていただきました。今日の間は聖間です。で、赤いスイートピーなんですけどもね、本当にスイートピーって今はいろんな色があるんですけども、この曲書かれた時は赤いスイートピーはまだねなかったとされていますね。なので赤いスイートピーには本来のね花言葉はないそうなんですけれども、どうですか皆さん、赤いスイートピーのこの歌詞を聞いて赤いスイートピーの花に対してのイメージって何か持ってらっしゃるんじゃないかなと思ったりします。やっぱり赤っていうのは割と特別な色で情熱的な色をねイメージしてるかなと思います。スイートピー本来のね花言葉ってたくさんあって、門出だったりとか別れだったりとかも春にちなんだ花言葉っていうのがたくさんあって、まあ、優しい思い出とか、ちょっとね切ない感じの花言葉が並んでるかなって私は思ったりするんですけど、スイートピーという花自身はね可愛らしいですね。マメ科でね育ててた時もあったんですけども、本当にねたくさん花芽をねつけて次から次に咲くので、春を呼ぶ花だなと思っています。皆さんの庭には咲いてますか？花の時期がね3月から4月なんですけど、早いものは2月の末ぐらいからね咲き始めるのでね、そろそろ見れる頃なんじゃないかなと思っています。ということで、明日はこの赤いスイートピーを、次はアーフルートですね、でお届けいたしますね。それでは皆様またね。